対絶対月にいます。いや皆さんこんばんは。ここは今月の家です。月の実家です。こんばんは。無重力ですよ。そうです。でも私はあのいろいろ慣れてるので、あの普通にこうやってあの配信もできます。そうなんですよ。まあ慣れた人にしかできない。いや本当に本当に。そうそう。やっほー、こんばんは。ほんとに今日は怒涛の一日でした。でもみんなとやっぱり話せて嬉しかった。ギフトありがとう、ありがとう。ソリオありがとう。富士山三富士ありがとう。ヨッシーありがとう。旭川の白袋ありがとう。勇気ありがとう。エドモンドありがとう。元気ありがとう。ひなたありがとう。しんちろうありがとう。あおっちありがとう。あおっち。ライリンありがとう。ダースありがとう。ベレッタ小じさとしなちありがとう。花祭り夏祭り何でも好きに選びな。秋祭り冬休み。こんばんは。りのんちゃんありがとう。ハートそらサンキューありがとう。ニコライありがとう。なんこれめっちゃかわいい。待って待って、なんか新しい。誰、ちばにゃん、ありがとう。ありがとうにゃん。ちばにゃん。ちばにゃん。なんかちばにゃんっていうさ、キャラクターいなかった？ちばにゃん。しばにゃん。じばにゃん。じばにゃん。ちばにゃん。シバニャン、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ、ジバニャン、ヒコニャンは、ヒコニャンは何？ゆるキャラ？あれ？ヒコニャンは滋賀県のゆるキャラ？
ジバニャンっていたよね。ジバニャンは妖怪ウォッチか。ヒコニャンは滋賀県のゆるキャラ。ヒコネ氏。まあいいや。ありがとうタワー。アニマトアイニャン。待って、ここばだけ見たらさ、私さ、なんかショートみたいじゃない？ショートカット、ここだけ見たら、私ショートカットなったらこんな感じになるんかな。なんか良くないなんか良くない。ちょっとなんかかっこよくなるかも。でもね、ちょっとね、ショートか、なんか短めの髪の毛のねウィッグをちょっと買ってみようかなって思ってて、むずい。こんな感じかな。でもめっちゃ大人っぽくなる。なんか働いてる人みたいな。なんかジムで働いてる人みたいな感じ。クールになりますね。仕事できそう。仕事できるか、なんか先生やってるか、なんかあの奥さん、夫がいる。この髪の毛はちょっと夫がいる。最近ちょっと玉ねぎが高くてって言ってそうじゃない。この髪型、最近野菜がさ高いのよ、言ってそう。あなたの奥さん、あなたの奥さんですよ。あなた今日何時で帰ってくるの？何時で帰ってくるの？6時って言わなかった？あなた娘のことは心配じゃないの？あなた。ちょっと付き合いが？あなた。あなた。
伸ばします。髪の毛、はい、もうこれで奥さんじゃない。はい、奥さん終了。何？今日もありがとうございました。お話し会楽しかったです。今日はね、始発で戻ってきて広島に、それで1時間目からウサギになったんですよ。もちろんウサギになったんですよ。お城？あ、りのんちゃんありがとうございます。ありがとう。もうね、みんな寝てた。みんなね、もう睡眠時間がそんなになくって、でみんな車内でもうこんな感じ、もうずっとこんな感じだった。なんかそれでもうなんかいつあっという間に広島着いて、もうね気づいたら東京、はい行きます、はい広島帰ります、乗りました、起きました、あもう広島やばいみたいな感じで、もうめっちゃ急いでキャリーバッグとかもう下ろしてガラガラガラみたいな。ちょっと私も自分の面倒を見るのに必死って感じで、そうなんですよ。いや起きれてよかった。私ね、起きたのが広島に着く5分前ぐらいだったと思う。なんかちゃんと起きたのが、ちゃんとはって起きて、あやばいやばいやばい、なんか広島って言ってるみたいな感じでぼやぼやしながら目覚めたから、もうなんか、あ自分のもの、自分の荷物こう下ろすとかに必死でね、そう、セーフよ、セーフだった。でもね覚えてない。なんかいつもだったら広島から東京までの4時間って逆もしかりなんだけど、すごいね長いんですよ。だけどめっちゃあっという間で、今回は本当になんかそう、マニカって感じで、うん、いやでも私はさ、アフタートークがなかったからさあれだけどさ、アフタートークがあった皆さんは本当に、ね、
何時に寝たんだろうって思う。そう、私もだってまあまあ遅い時間に寝たから。うん、そうそう、大変だったと。いや、なんか興奮で寝れないっていうか、なんか普通にいろいろやることがあって寝たのが遅くなったって感じかな。うん、なんか勝ち負けとかではなく、なんか普通に、でもやっぱり「ミュージックステーション」に出られたってことはすごい貴重な経験やし、そんなね、あのチャンスなので、やっぱみんなすごい気張って頑張ろうとしてたし、やっぱり私はセンターになったことがないからわからないけど、そのなんかポジションによっちゃもうすごいこう代表で見られるっていうポジションの方とかだったら、やっぱりもっともっと、私でさえも緊張してたのにもっと緊張してたと思うから、もっと気を張ってたと思うから、そう、いやでも本当に良かった。いい一日を過ごしました。いい刺激のあるいい一日を過ごしました。体だけは気をつけてほしい。ありがとうございます。トゥトゥルルルトゥルトゥル。ティッシュ見ますか？いいですようれしい。いやなんかステージの裏で待機してた時に、ミュージックステーションなんとかみたいなあの声が聞こえてきたのと、あとこのタララ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 ラ
てこの曲が聞こえてきたのは本当にM ステやーってなりました。うん、あとタモリさんの冒頭の冗談が面白かったですね。辛くないカレーを作りましたみたいな。右の方、私たちから見て右側にいてなんかみたいな、一丁前にタモリさんの冗談を笑いました。でもね、トークはね、出なかったので、トークができるぐらい成長したい。M ステじゃなくてもいつかまたタモリさんとお話しできる機会がありますように。アーメン。いい感じに映ってた？本当？嬉しい。そうね、なんかコロナ禍になってちょっと M ステのなんかあれも変わったのかな。有観客じゃなくなったし、有観客？観客？観覧もなんか違ういつもと違うなと思ったら、観覧の皆さんもいなかったし、階段もなかったし、うん、待って、この私ちょっと漏れてるんだけど、このあの七夕のやつの私本当に漏れてるんだよね。今も漏れてる？ちょっとこの時に戻りたい。この時に戻りたいかも。今も本当ですか？月から帰れば戻れる？そういえばここ月設定だったね。じゃあタワーのお礼をしたいと思います。どれにしようかな。じゃあ生写真に書きますね。
何が出るかな、何が出るかな、タララランダンダラララン、何が出るかな、何が出るかな、タララランダンダラララン。じゃあこれで、お、これに書きます。リノンちゃん、こんばんは。はい、Thank you。ピントが合わん。Thank you。 りなちゃんありがとう、大好きだありがとう。りのんちゃんが照れてるのがめっちゃ可愛いんですよ、いつも可愛いもっと仲良くなろうね。七夕衣装の愛子ちゃん好き、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ次、2つに1つ、お話し会もツーシュートも楽しかった、私も楽しかった、また話そう、絶対行きます。はい、これ、おお、これね、これか千葉にゃんさん、
ありがとう、ちばにゃん。ありがとうございます。旅行ちばにゃん、ありがとう。今日話したとき絶対いい人やんってなりました。絶対もう絶対もうこの人がもう悪い人なわけない。もう優しい人に違いない。絶対もうこれで悪い人だったらもう私もう生きていけない、世の中信じれないって なったぐらいちばにゃんさんのなんか優しさが垣間見れました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。以上ですかね。ありがとうございます。本当にちょっと横から見たタモリさんの似顔絵描きたいと思います。はい、こんな感じでした。これをすごい遠くの方でこれぐらいですかね、大きさ的に。はい、こちらを抽選で1名様にお送りいたします。
しいんですか欲しいの？じゃあ今から口が変になった。はい、誰を描いたでしょう。お、正解者がいる。正解はユミリンさん、正解です。ユミコ姉さん、そう、口が「えへへ」って言ってるようにしたじゃあ次、分け目がどっちか分かんない、こっちかな。
か変になった、なんか口が口元が、はい、正解はマイキューさんでした。髪の毛まとめてるやつ。お、そうそうそう、昨日のマイキューさん書きました。ココアさんは、私の中のココアさんは、こんな感じかな。はい、似顔絵、似顔絵大会でした。私動物とか描けないんですよね。動物とか苦手。馬とかさ。
なんかイノシシと馬のハーフみたいな。イノシシと馬のハーフ。悪くない？本当？嘘だ。嘘。うさぎ？うさぎ。うさぎか。うさぎかくね、じゃあ。うさぎ。本格的な方。ウサギ。なんかそんなね、めちゃめちゃ下手ってわけじゃないんよ。超絶下手くそってわけでもないし、うまいねっていうわけでもない。あーあーうわこれ馬だウサギだみたいな、なんかことにもならない、悪くはないみたいな感じなの。さっきの馬だってなんかそんな、なんかえ絶望的みたいな感じじゃないじゃん。これもさ、そんななんか絶望的でもないしさ、なんか別に絶賛するほどかっていうとそうでもないみたいな。だからどっちかになりたかった。めっちゃうまいか、なんかめっちゃ下手かみたいな。そう、だからこういう系は本当に私クラコンで放送されたことない、書いたやつ。そう、だからめっちゃうまかったらさ、逆にさ上手やったらなんかこうすごいみたいな感じで取り上げられるけど。なんでだろう、絶妙なんですよ。狙ってじゃあちょっと書いてみますね。じゃあ何かいいかな。ライオンとか書いてみる。ライオン。狙って描きました、ライオン。これは使われるかな。
でもガチで書いてもそんな上手くないけどね。ダメだダメだ、分からん。どうやったら動物とかうまく描けるのか知りたい。魚悪くない。そう、なんかね、悪くないみたいな感じなんだよ。悪くない魚になる。魚正面かわいいかわいいかわいいわっ、かわいい犬。やっぱ犬が一番好き。犬ラブ。今日のワンコ。ドゥルー。滋賀県彦根市に住んでいる5歳の桃太郎くん。桃太郎くんの大好きなものは魚のぬいぐるみ。これを毎日加えて
お散歩に行ってるよそうです。はい、では終わります。13位キヨさん、12位アオッチ、11位ウォニー、10位ソリオ、9あ変わった13位キヨ、12位ウォニー、11位ソリオ、10位クジマサ、9位ピクリン、8位旭川の白フクロウ、7位アオッチ、6位ニコライ、5位大根着ぐるみキロテ、なんて書いとキロテ、うん、なんて書いとか分からん。4位カタカナのタカ、3位シンチロウ、2位チバニャン、1位リノンちゃん。月が綺麗ですね、ありがとうございます。月が綺麗ですね、告白された。じゃあみんな明日公演です。いい一日にしたいと思います。じゃあまたねー。